レシェク一世イベアウィは、クラックフ公、サンドミエシ公、マゾフシェ公、クヤビ公。父は、カジミエシュ二世イ。母は、ボヘミア王国のズノイモ公、コンラート二世イの娘ヘレナ。コンラート一世イの兄。綺麗な白髪を持っていたことから、シル公の衣装がある。父が死ぬと、サンドミエシ公国の相続権を得た上、1194年から1227年に、かけ、 三度の廃位期間を除いて、ポーランド大公の地位にあった。しかし、知性は、不安定で、おじのミエシュコ三世及びイトコのブアディスワフ三世が、大公の座をめぐって、レシェク一世と競合していた。イトコのポーリコーミエシュコ一世に、行位を奪われたりもしている。1198年から1211年までの、レシェク一世の知性に関する資料は、君主の座をめぐる争いで、 レシェク一世が何度、いつの時期に、敗位、福位したのかについて主張が分かれている。1210年の敗位は、ミエシコ一世が、周囲の公に擁立された騒動を中心として起きた、ものである。1205年、レシェクは、弟のマゾフシェココンラト一世と共に、マオポルスカで起きたザビホスとの戦いにおいて、ルテニアのロマン大公を撃破した。1207年には、 ローマ教皇インノケンテウス三世の求めに応じ、ポーランドをローマ教皇の報道であると認めた。この事件は中世ヨーロッパで長く続いていた教皇と神聖ローマ皇帝の権力争いにおいて、ポーランド国家が教皇。この後、レシェク1世はインノケンテウス三世による教会改革を推進していた、グニエズの大司教王、ヘンリク・キエトリチュと強固な同盟関係を築いた。 ゴンサバでの諸公会議、レシェク一世の他に、弟のマゾフシェココンラト一世、シロンスク公、ヘンリク一世、イトコのブワディスワフ三世などが描かれている、レシェク一世は、東のハール・イッチ・ルーシをめぐって、ハンガリーと戦ったが、この地域に影響力を及ぼすことはできなかった。そこで、レシェク一世は、ハンガリーと共同でこの地域に進出することを決め、 ハンガリー王アンドラシン主二世の息子、カール・マーンに、自分の娘、サロメアを嫁がせ、彼をハール一の君主とした上で、ハンガリー王の風神とし、この主従関係を使って、ポーランドとハンガリーの両者がこの地域を支配することに、した。しかし亡きロマン大公の息子、ダヌイーロが1214年に、ハール一における勢力を回復し、同地域を支配しようとしたポーランドと、 カトリックの勢力を東方に拡大しようとしたローマ教会の狙いは失敗に終わった。1227年11月24日、レシェク一世はコンサバで開催された諸公会議に出席した時に暗殺された。暗殺を命じたのは東ポモジェのグダニスク公シフィエントペウク二世だったと思われ、シフィエントペウク二世の議定で、ミエシュコ三世の孫である。 ビエルコ・ポルスカ・コーブ・アディスワ・フ・オドニツが裏で糸を引いていたとされる。この事件は、レシェク一世がシフィエントペウク二世に自らの権威に服するよう求めたことが原因だったと言われている。有名な逸話に、レシェク一世が教皇に対し、パレスチナには蜂蜜酒もビールもないので、ポーランドの騎士たちは十字軍には加われない、と十字軍参加の申し出を断ったというものがある。 1207年、ハール・イッチ・ルーシの周辺部を領するルーツィック公、イングバルの娘、クジミスワバと結婚した。この結婚は、ポーランドの東方拡張政策の一環でもあった。夫妻は間に一難一女を設けた。サロメア・アンドラーシュ二世の息子、カール・マーンと結婚、副社ボレスワフ五世。ありがとうございます。